美術について雑に語らう美術雑論。今日のテーマはソロモンの審判。いつのだ、いつの何の話だ。これは旧約聖書の。旧約聖書か。あれ新約聖書は、新約聖書はイエス以前からイエスちょっと後ぐらいで、あーなるほどなるほど、紀元前を挟んで、まあ、旧約、あ時系列になってたんだね、旧約聖書と新約聖書って。新約聖書っていうのは要するにイエスの、救世主一代記みたいな話なので、その時代的にも幅的にも狭い、はいはいはい、ただそうです、ね、人生エピソードみたいな感じなんですけど、旧約聖書ってそうじゃなくて、本当にユダヤ民族の歴史みたいな感じなので、本当に幅広いんだよね。なるほど。世界、天地創造から始まっていて、あーなるほどなるほど、ゴロゴロと書き鳴らしたことから、なるほど、淡路島あたりからできてきたっていう話だな。でもこれをもとに、じゃあイエスはこれを経典として説明してたんだよね。そうですね、もともとこれはユダヤ教の経典で、イエスも自分はそのユダヤ教の一派であるっていう自己認識を持って宣教活動をしていたと言われています。なのでキリスト教みたいなものは全く存在しなかった。そうだよね。で新約聖書も当然イエスが生きてた当時はなかった。だから旧約とかではなくて唯一の聖典として旧約聖書は存在した。なるほど。じゃあさ、あれ今の人たちってこっち読んでんのかな、ちゃんと。読んでますよ。ああ、やっぱ読んでんの。読んでます、読んでます。いい新約だけじゃなくてこっちも見てんだ、ちゃんと。そうですよね。あ、ならまあ、そっか、正しいじゃないですか。ユダヤ教の経典っていうのが一義的にはあるんですけれども、キリスト教でも読まれていますと。まあ、成り立ちみたいなもんだからね。そうですね。まあ、兄弟みたいなもんですからね、あそこの関係は。それはちゃんと読まなきゃ。で、それで割と旧約聖書の中でも、新しめな人がこのソロモンさん。そうですね。で、中央にいる人かな。そうですね。ソロモンの指輪っていうのが、有名なエピソードで、ソロモン王は動物とか植物の言葉がわかる。すごいじゃん。あれだよね。動物の言葉がわかる人、ハイジみたいなのがいたよね。テレビでも。知らないそれ。あ、知らない。あ、そう。なんだっけな。志村動物園かなんか。そういうので、動物と喋れる人っていうのが出てくるんで。そんなイメージかな。そうですね。で、その不思議な力が込められているのがソロモンの指輪であるっていう。あ、指輪の力ですね。ソロモンの力じゃないね。指輪の力なんだけど。なるほど。で、そういうエピソードを持ってたりとかして、ソロモンを。ソロモンを。でもなんか、えらいことになってるけど、この絵は。そうですね。赤ちゃんがだって殺されそうになってる？どうなってる？なんか捕まれてるの、逆さにね。ソロモンの審判っていう著名なエピソードがあって、事の起こりはですね、この手前で争ってる女の人、女2人、1人の子を巡って2人の女が争う、どちらも、この子の本当の母親は自分だと言って言う。なるほど、なるほど。で、そこを見て、ソロモンの、ソロモンは言う、それではこの子供を剣で2つに裂き、2人の女に与えなさい。おお、やばいね。で、だいぶ土地狂ってるやん。で、それで何が起こったかというと、1人の女はそれに納得した。この子を裂いて早く私に汚してください。はいはい、もう1人は、泣いて頼んだ。それではあの人に子供をあげるので、どうかこの人を殺す、この子を生かしてあげて、私はもうこの子の権利は放棄する。で、それを聞いたソロモンは、今、権利を放棄した女が本当の母親だ。その子を母親に返しなさい。いい話みたいな感じなんだけど。だからあれですね、一緒に入れなくても子供の命を助けようとした母親候補が本当の母親なるほどなんだよみたいな。なるほど。じゃあソロモンはあれか、ちょっと勘違いしたけど知恵者だったんだ。なんかすごいその知恵者ですし、動物とも言葉を交わせるっていう、ちょっと一種魔術師的な、知的な王様として受け入れる。そっかそっか。周りは普通のギャラリー。ギャラリーもなんか面白いね。ね。子供もいますね。ね。こんなん見たくないやん。
ね。まあでも野獣馬って集まるもんね、処刑台とかでも。そうだね。あれどういう気持ちで集まってきた？あれどういう心理なんだっけ？なんかあるよね。ね、今こっちだと火事現場に人が集まったりさ。ああ、まあ確かに。今でもあるし、なんかちょっとこう怖いもの見たさみたいなのってあるよね。そういう集団心理みたいなのがこの時代も当然あったんだろうね。同じ人間だからね。ね。ソロモン王の手の形ちょっと面白いね。両手とも指を指してるよね。あの仏像の印みたいな感じ。ね。あ、そういえばこれ誰が描いたんだっけ？これはニコラプスさんというフランスの画家なんですけれども。フランスの人、ニコラプスさん。ニコラプッサン作。メインキャラクターなの。メイン、そうですね。かなり大家として知られています。新古典主義。古典主義か。失礼しました。17世紀。17世紀古典主義っていうのがありまして、うんうん、こういう絵ね、うん。で、その後18世紀のフランスって、あのロココ。ロココ？うん。あの、マリー・アントワネットみたいな。うんうん、ああいう、なんか女性的で、こう、ふわふわした、うんうんうん、こう豪華なデザイン。っていうのが主流になったんですよ、うんうん、でその後その革命が起こりそういった貴族の文化は失われ、うんうん、ああいったふわっとした正確性よりもなんかこう楽しさみたいなのを優先するとかではなくて、うん、なんかこういこの17世紀の例えばニコラプスさんみたいな、うん、ある種男性的な、ねうん、絵作りに戻した方がいいよねっていう運動がありまして、うんうん、それが新古典主義。なるほどなるほど。失礼しました。なるほど。じゃあ、もともとのこれは古典主義ですね。そうですね。まあ、その、何を指してるかって言ったら、一貫してギリシャローマの文化を指してるっていう。うんうん、なるほど。なんか、そうですね。ヨーロッパの人たちは割とギリシャ文化を。うん、うん。リスペクトしすぎ。リスペクトしすぎなところがあるので。本当に。だから、芸術運動ってそもそもいろいろあるけど、うん。おおむね、大方の流れとして、ギリシャに帰ろうみたいな。はいはいはい。あるんですね。はいはいはい、うん。みんな好きだね。まあ、お話も面白いしね。うんうん、やな。なんと、なんかこう、メッセージ性もあるじゃない、うん、物語の。だから、まあ、わからんでもないよね。男心くすぐる感じもするし。そうなの？なんか、え？なんかヘラクレスみたいなのさ。なるほど。なんだっけ。まあ、なんかいろいろいるじゃない？かっこよさそうな人たちが。ヒーローじゃないけど。うん。そういうのは面白いよね。と思うけど結構いいね。旧約聖書。あれもそうだよね。ヘロデ王とかもこの辺だよね。違う。ヘロデ王は。あ、割と新約、あ、はい、新しいのか、あれは。そうだね。イエスが生まれちゃってんのか。そう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 。だから新約聖書か。もう大昔の話。そうか、そうか。あれ、じゃあ俺らのこのチャンネルあんまり旧約聖書続き上げてない。旧約は初じゃないかな。初か。ゲオルギウスみたいなのも新約聖書だよね。ギャルニウスはもっともっと古じゃん。新しくって。聖書とかではないよね。あ、そうか、そうか。じゃあ、全然この辺やってなかったんだ。うん。あまり古いのはやってなかったですね。じゃ、ちょっとあれだな。古典主義行こうぜ。古典主義。お話面白いから。うん。旧約聖書？旧約聖書。旧約聖書ね。古典主義っていうのは、あの、技法のジャンル分けなので。なるほど。じゃあ旧約聖書だ。はい。そうですね。あの、画法の区分けとエピソードの区分けがあります。うんうん、なるほど。結構昔のお話とか面白いからね。あの、気に入ってくれた人は引き続きあのご視聴してくださいませというところで、以上、ごきげんよう。